1回戦 D グループは安藤が2大会連続で1回戦突破、スコア226の森がワイルドカードで準決勝進出を決めた。続いて1回戦 E グループ、戦うのはこの3選手。レーンの黒いち大中すみれ、 P リーグでも活躍が目立つプロボーラー花の48期組。今回の同期対決、優勝経験のある2人に対し、大中は未だ優勝がない。勢いがあるじゃないですか。すごい浅田プロもなんか優勝とか許されたりしてるので、大中も躍進する同期たちとそろそろ肩を並べたい。2人にはやっぱりでも負けたくない気持ちはあるんですけど、自分の東京に集中して頑張ります。型破りなバックアッパー、岩見綾乃。最近とにかくテンフレ勝負が多くて、そのテンフレ勝負で敗れてるパターンが多いんで。前回大会接戦の中で迎えたテンフレ1投目、ここで痛恨のスプリットを出してしまい、2位で1回戦敗退。しかしこの時の敗戦で学んだことがあるという。ビビった時に力が抜けて厚めになっちゃうっていうのが、この前の B リーグですごくよく分かったんで、緊張するなって思ったらちょっと家に入るとか、そういうね、緊張アジャストを今日はしたいなって思います。オリジナルの調整方法で勝利を目指す。エンジェルスマイル浅田里奈。前回大会およそ12年半ぶりに P リーグ優勝、今回連覇がかかる浅田の前に立ちはだかるのはプロ48期の同期2人。私結構多いと思うんですよ、48期同士で当たるっていうのは。これまで48期3人による対決は3回あり、そのうち2回浅田は戦っているが、未だ勝利がない。前回の優勝で一つ殻を打ち破った浅田は、この壁も乗り越えることができるのか。もう自分に集中して一球一球、しっかり難しく投げていきたいと思います。応援お願いします。今週は1回戦 E グループの戦いをお伝えしていきましょう。放送席には矢野金太プロです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。花の48期生が参戦し顔を揃えました。そうですね、注目は何といっても前回第1戦で優勝ね、ディフェンディングチャンピオン浅田里奈を中心にこの戦いが展開されるんじゃないかと。いや、3選手とも練習ボールの状態がすごく良くて、うん、もうストライクばっかりだったんですよね。なるほど。大長すみれ1投目は9本です。大長すみれ、岩見綾乃、そして浅田里奈、この3選手が顔を揃えました。1回戦 E グループです。左側のレーンで1投目岩見、よっしゃ。まずは岩見ストライクの滑り出し。大長すみれ2投目です。10番ピンに向かって正面からバックしていきます。矢野プロに前回の浅田里奈の1回戦から準決勝、はい、そして決勝ですが、どういうふうに分析されましたか。いや、もう非常に安定してしっかりとしたボーリングができていたということですよね、うん、ちょっと薄めからストライク。あのスコアの方で、ね、220台を続けて最後237だったかな。そうですね、はい、非常にこう安定して落ち着いてプレーしていました、うん。大中すみれ、ちょっと厚めです。8本。フィックスラインを見出せていないようです。岩見綾乃はオープニングストライクでした。右側のラインです。ここからボールが戻ってくる。よっしゃ、ストライク！岩見の第1、第2フレーム、両側のレーンでストライク。はい、どうご覧になりますか？いや、あの、試合前にね、ちょっと話をして、はい、どうなの調子はあったら、もう最高なぐらいいいんですって言ってましたね、うん、ただいつも試合前はそうなんですけどとも言ってましたけれども、ね、なるほど。大中すみれ、ここも大事にいかなくてはいけません。正面から2本マークします。伊蔵さん、はい、
大中すみれですが、はい、今は自分の納得できるボーリングをするために調整しながら投げているそうです、うん、直す部分が多すぎますが一歩ずつ一歩ずつ進んでいる気がします。このシリーズどこかで初優勝をつかみたいですと試合前話していました。なるほど、まあ、48期の参戦手浅田は前回12年半ぶりの優勝、岩見も調子がいい、大中すみれ少し苦労している感じがあります。どうだ、綺麗な子を描いたんですが10番ピンまで及びません。9本です。どうにか天日をマークしました。火花散る同期対決を制するのは